おいす、こんにちは、アミルです。今回はモンハンコラボの星6キャラの中でもまあ当たり枠なゴアマガラを使っていきましょう。ゴアマガラがパッケージのモンハンはどれですか？4か？ダブルクロスか？そのあたりだよね。でも4からダブルクロスの間ぐらいで、ね、どっかで確かパッケージだったと思うんですけど、答えはコメント欄で誰かが書いてくれてます。ゴアマガラは僕がだからね、ちょうどモンハンをやってない時期なんですよ。サードから一回やめたんですよね。サードまでちょろっとやってやめて、その後モンハンワールドで復帰したみたいな感じなんで、ゴアマガラでもあれかな、今サンライズには、サンライズじゃない、サンブレイクには出てきてるんだっけ。はい、まあそんなところでですね、ということで、バインドスキルプラス封印耐性指プラ7強7強無効貫通雲耐性ボイス、これ聞いてさ、あーゴアマガラだーってなる人はモンハン結構やり込んでますね。で、こんだけの覚醒見ただけじゃまあ別に強くないかなっていうところですよね。で、超覚醒に10キロあってもんーみたいな感じだけど、この攻撃力を見てくれ。攻撃力、今アシストボーナス乗ってるけど12232 やばい、攻撃力がぶっ飛んでる。で、7710無効持ってるんで、こいつ火力めっちゃ出ます。ちなみに言うと超重力で今回使わないけど、普通の火力面で言うともう裏カンスト全然いける。まあ特に今回ブラバっていう編成で使うからね、より乗るんだけどね。で、HP もね1万超えるのでタンクとしても使えますよと。で、スキル内容ですよね。5ターンで打てる消せないバインド、覚醒無効の全回復と、まあおまけでなんかお邪魔や毒ドロップも闇に変えれるよっていう感じになってます。まあこれでね、覚醒無効5ターンなんでね、多次元で今回は生かしていこうという感じです。一応闇ユリシャの半分発狂、覚醒無効からの毒花火ですかね、あの辺を返せるとは言っても闇に全部なっちゃうから、もう一個も闇が降ってこないとブラバとかだときついと、まあ、いう感じにはなってますね。リーダースキルなぜか多色です。まあいいわ。いや、あとね、あ、そうだ、武器もね、新しい方の武器めっちゃ強いです。チーム回復3つに U プラに毒に7コンボ強化で、ジュリー一旦で打てるダブル吸収無効の、まあ、ジン強ない、武器も強いんで、ゴアマガラはマジで星6キャラだったら、その辺の星7より当たりだからね。ネルギガンテよりなんなら当たりだからね。はい、ということで、ごめんなさい、ネルギガンテ名を出してしまって、今回は、まあ、完璧な編成じゃないけど、まあ一応ね、お遊びで結構気持ちよく抜けますよ、敵が、パイモンで、上には闇寄り射対策でダメージ激減、何にしようかな、バインド持ってるなんかいい武器ってなってマグニート採用されました。はい、で、スギプラスプラスの遅延の、こう毒耐性プラスでね、ちょっと補えない毒を補ってもらってます。で、メルゼナ、まあ、使っていきましょうよ、リーダーで。こいつはスキブプラスにして、無効貫通でマッハでね、リダチェしていきます。いい武器ですね、これね、かなりいいと思います。上限の遅延2個ですね。で、今回の主人公、ゴアマガラ君は上限で、遅延2。で、なんとか副属性を闇にしたい。で、これにしました。まあ、サノスとかにつけてもいいかもしれないけど、サノスつけると7コンボ強化さらに乗るとかで、まあ、これもまあ、2.5 倍覚醒乗ってるけど、みたいな。まあサノスでも良かったかなって思いますけど、一応3ターン遅延でね、2階層の覚醒無効とか、まあ、遅延でなんなら返してブラバイ一気に変身持っていきたいなとか思ってこれにしました。ロビンの武器ですね。で、アルダップ操作時間短縮の対策でお邪魔目覚め振りまして、で、上はドラミンゴ着せてます。はい、これは3ヘイストなので採用と、あとまあスキブチーム HP ってところでの採用ですね。で、アマコハロウィン採用しました。で、水ダメージ軽減は別に気にしないでください。で、上にはこっちにサノスくんがつきました。まあ、ここもね、副属性をなんとか闇にしたいっていうので、サノスくんを採用しただけですね。はい。なんでね、その分ね、いろいろね、ちょっと精度の攻撃を受けきれるのかどうかっていうところが不安だったりとか、ちょっといろいろ不安定はあるんですけどね、盤面全部は、まあ、全部回復とかは一応、あれか、メルゼナが返せるか。吸収無効が今回パイモンなので、ちょっと溜まるのめっちゃ重たいっていうね、本当はウルトラマン、トリガーダークか。トリガーダークをね、入れたかったんだけど、なんかそうすると吸収無効いっぱいになっちゃうし、っていうことでね。まあ、今回は、あれ捨ててるかな。ルシファーとかあの辺はちょっと、あ、でも、あー、そっか、無理か。ダメージ吸収くるもんな。ちょっとルシファーとか抜くのがだいぶしんどくなっちゃうかなーって感じですかね。一気に半分まで持っていくと多分ダメージ吸収もされて、あってなるんで、はい。って感じです。で、ブラックバード、封印耐性が、枯渇したかな、してるはず。アマコが持ってないもんね。1、2、3で
4で5よね、うん、枯渇してると思うのでこれで、補ってます。やっぱね、あのブラキの武器はね最強ですよ。遅延4つの神キラーとなっております。はい、ということでじゃあこの編成で多次元やっていきましょう。はい、じゃあ実際にやっていきたいと思います。あのね、マジで道中は見てて気持ちいいと思う。本当に副属性が火力出てるおかげですごいよ。初手は、アマコ、あ、パイモンも撃っちゃって、アマコ言って、ブラバ編集して、リダチンして、ここで闇の2セットが降ってこなかったら死亡かもしれません。のこの辺なんだよ。この辺がちょっとね、この編成の至らぬ点って言ったところなんよね。まあ、目覚めてるんで、多少なりとも耐久は効くと思うんだけど、ちょっとね、初手どうしようかな、みたいな。アルダトゥのスキルは次の階層で撃ちたいしな、みたいな。本当はね、アルダトゥとかをね、あのヘイストプラスジンとかね、ダメージ激減とか、まあジン、闇をとにかくこう生成できるようなスキルをアルダトゥの上で使ってあげれれば、まあ結構強かったりはするけどね。操作時間も短縮きたとは言っても言うて組めるんで、まあ我慢はできるからな。ここで一応ドフラミンゴ打って、まあ、2階層まで来ればもう十分だから、本当はね、やっぱアルダトゥの上はなんか闇を供給できる初手の安定策を取った方が強いと思う。でここはもうとにかく抜いていくだけですね。遅延かけてるので、まあ最後まで待ってもらって、でブラバ最終段階まで変身持ってって、で、抜いていきます。次のターンでね、あの消せない状態回復くるので、今回のゴアマガラをね使っていきますよと。まあ、ゴアマガラね、主に今回はね、覚醒無効のスキルで役立ったというよりは火力ソースとして役立ったかな。メルゼナとゴアマガラが火力めちゃめちゃに出すからね、副属性まで。で、こうゴアマガラで回復して、で今回十字消しもね、まあ、なくてもなんとかなるんだけどね、入れてないので、まあ、L 字消しはあるので、ここは L 字消しで6目覚めは対策してもらって、で全体攻撃入れながら 2回殴っていきます。まあ、十字ね、どこに盛りますか十字を。アマコの上とかにでもつけます。副属性でもな、アマコの副属性なくなるだけでね、多分ワンパンできない敵ができそうな気がする。結構ギリな感じあるよね道中で。ここは無効貫通まず素で1回組んで、フェニックスを半分まで削っていきます。でその後にパイモン打って、ちょうど溜まるんでね、ここでね、パイモン打って、で属性吸収、ダメージ吸収、仮に闇属性吸収来てても大丈夫で、無効貫通分なかったんでメルゼナ打ちました。まあ、メルゼナ入れてるので浦田事件とかのホルスの76潰しとかも対策できていいんじゃないかなと思いますけど、これで2パンと。さあこっからですね。でここでね、あの今回ね、これルミエル引けたんで、ね、でかいね、うん、闇の目覚めはでかいわ。でお邪魔目覚めは今回アルダトゥでカバーしてもらって、でこっからワンパン祭りですよ。アマコ打ちまして、無効貫通組んで、もうフルセット、闇フルセット組んで、もう落ち込んがすごいのね。まあ、落ち込んなくても抜けると思うけど、はい、これワンパンと。まあ、ここはまだ HP 低いんで、まあまあまあ抜けますよ。で6階層、今回ホルス来ました。操作時間短縮されるんで、アルダテ打ってもらって結構です。ただなぜか僕は、あーまあ組めるわっつって、打ちません。調子に乗ってますこいつ。でここは闇平積み、もういっぱいいっぱいセット、はい、いっぱい降ってきて、もういっぱいですごい、 L 字も、あーすごい、あーすごい、あーもうすんごい。でカンスト、まあ、ワンパン。ラーが出たら覚醒無効来るんでご飯まから打ってください。でロゼル、回復力ゼロにされるけど、メルゼナが回復力ドロップ消しは回復できるんで、まあ特にっていう感じ。まあワンパンするけどね。はい、ここも平積み、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 もう見えてるところで平積み。でもうこれでもう闇フルセット、アイフルセットで回復の L 字が落ちて、はいワンパン。はいワンパン。8階層、ウリエルか。もう名前がね、もうおじいちゃんなんで僕飛びます。思い出すのに3秒かかります。でウリエルで、姫様ありがとう、ブラックバートの変換色、まあ何が目覚めてもどっちかの変換色なんですけど、はい、無効貫通2つフルセット。フルセットになってないけどね、1個捨ててるけど、はい、これでこいつも、はいワンパン。はいワンパン。はい、次9階層、ラファエル出てきました。光属性かもですね。でここは特に
虚無られるものなし、甘く打ちまして、あ、ここでようやく操作時間を返しましたね、この人で。甘く打ちまして、で、無効貫通プラス L 字組んで、はい、これで、はい、ワンパンはい、ワンパン、素晴らしい。深夜2時です、2時ですね、今。で、君はアスタロットですね。アスタロットちゃんも、特に、ブラバ打って、はい、闇フルセット、頑張って組みまして、横チン、縦チン組んで、覚醒向こう来てたらゴアマからね。ハイワンパンハイワンパンで、76のアスタロットはめっちゃ得意なんで、僕絶対ミスりません。65はめっちゃミスります。76の方が簡単なんよね。65もうちょっと俺いいルートを見つけ出すべきなんだけどね。もう76はもうこれね、左行ってはいクルンクルンってやって、右行ってはいクルンクルンってやって、はい終わりっていう。もう絶対大丈夫、3秒あれば間に合います。で、これでヘイストもらって、で、さよならするんで、はい、さよなら。で、続いてダメージ吸収回想ですね。もう一人の方が出たら、なんか操作短縮なんで、あいつを打ってください。もう名前が誰も出てきて、あれが出るんで、あいつを打ってください。もう、伝わるでしょ。あれが出るんで、あいつを打ってねで。クリシュナが出るので、アルダテを打ってください。はい、それですね。で、ここはちょっとパイモンが溜まるまで、3ターンほど待って、パイモンを打って、で、ブラックバードでね、エンハンスは取り戻してもらって飛ばしてます、問題なく。で、次12階層出てきたのはベリアル、操作短縮来るので、アルダットを打っていきましょうと。まあでも言ってもね、多分ね、操作激減の中でも変換の量が多すぎて組める、ちょっとずらすだけで多分ね10コンボいって抜ける。だって4コンボぐらい組みゃいいんでしょ、盤面で。さすがに組める。はい、これワンパンですね。もうすごい。もうワンパン、ワンパン。13階層、見かけ出ました。セーナ出たらどうしようかなって感じ。ちょっと PDC 僕1ミリも打ってないので、今回。受けれる受けれない考えてないですね。で、見かけに関しては、ちょっとミスったね、俺これ。本当はもっと組みたかったんや。無効貫通組もうと思ってね、ずれてることに気づいてね、いろいろ繋がりましたね。でもね、これ結構火力貫通してこれぐらいだったから、多分ワンパン無理なんだろうなと。まあ、アルダトの副属性とか、なんか変えれたらね、闇に。ワンパンいけるんだと思うけど、ちょっとその辺の微調整はいる。ワンパンしたいんなら。まあ、ここは2パンですね。で、回復力下げられたりするけど、メルゼナが回復力いっぱい上がれるんで大丈夫。で、今回はミスのエキノナです。ここ光エキノナ来たらうんこですね。はい。もうほんとうんこしに行ってください。もう。闇吸収うんちすぎる。闇吸収来なければまあいいけどね。闇吸収をうまいことを2回ほど引かなかったら多分抜ける。で、ここはまず一発殴って、ちょっと。残して、で2発目でダメージ無効を貼られるのを忘れといて、適当に崩しますと。これでダメージ無効を貼ってることマジで俺気づいてない。もういいや、もうこれでっつってもう暗闇で全然見えないんで、もうこれでええわって言って崩して、で後で、ああなんかゴンゴン言っとるけどダメージ無効必要だったわっていう、抜けましたんで。はい。で、次イボス階層ですね。ユリシャです。変身前、まあ、進化前ですけど、暗闇目覚めはもうどうしようもない。なので、とりあえず初手は全力削りいきます。全力削りでだいたい半分ちょい超えまで削れるかなっていうとこ。闇4セットで、今回どれくらい削れるかっていうと、まあこんぐらいですね。まあこの後無効貫通って普通に2パンでいいんですけど、ちょっと暗闇盤面多いなと感じたので、今回はね、ちょっと1回待ってますね。この後。ちょっと一旦だけ待って、その後に、ブラバ打って、無効貫通組んで、また闇4セットですかね、組んで、でも、もうこの時点でね、ゴアマから完走してると思う。はい。で、突破して、で、最後出てくるのが、光ユリシャと接待ですね。はい、ありがとうございます。勝ちです、もう。闇出たら、まあ、めんどいっすね。木だった場合は、多分ね、攻撃そんな受けなくても倒せる。コンボ吸収もはまらないし、絶対。普通に多分削り具合えぐいと思うし、多分全然抜けると思います。
2発ほど受け切れれば多分抜けるんじゃない？っていうことで、こいつもね、もう待ちながら待ちながら、暗闇来るんで、なんかゼロコンボとかしながら、暗闇を盤面上から少なくして突破してます。めっちゃ余裕。はい、ということで、まあ、こんな感じで多次元サクッとクリアということで、ゴアマガラは本当に覚醒無効とかの枠としてめっちゃ便利です。副属性がないことがちょっと火力としてデメリットにはなるけど、火力覚醒と攻撃力強いので、まあ、その辺で使ってあげたらいいんじゃないかなと思いました。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。